みむめもさやかです。スーパーマリオです。パート6です。なんかマリオはすごい顔になってますけれども、ちょっと集めてきたので買います。で着替えます。これで上下揃いましたね。で相変わらず1週間ごとに撮ってるからさ、スキルが全然上がらないんですけど、今日も楽しくやっていけたらいいなと思います。で、この格好になったからここに入れるんじゃないかなって思うんだけど、はい、旅人さん泳ぎやすそうな格好で素敵、どうぞ中に入って。前と、あ、違う、前みたいにパーティーがあるのかと思った。あ、すごく罰当たりですウェディングドレスはないけど見ていてね、これだけ。でもウェディングドレスができたらここがまたねちょっと変わるかもしれない。というわけでちょっと気が早いイベントだったかな。というわけでですね、上に行きたいんだな、上に行きたいんだけど行き方がちょっと分かってないから探り探りやっていこう。あ、ちょっとね、前回やったことがどういうことなんか忘れちゃったんだよね。これは何？あ、なんだ？待って。あ、こうか。入れた。なんだろうなんだろう。ほい。何が出てくると思う？はい。あ、橋になってる向こう側に行くからウィヒーって。あ、待って待って、これ何？鍵？鍵を持ってくるのかな。ウィー、鍵を持ってくるんじゃん。あ、まあ、いっか、コイン1枚ぐらい。ティーといえばなんだろう。この向こう側に何かあるわけではない。こっちに行けるようになった。このクリボーレモンカラーで美味しそうだよね。お菓子みたいそういうお菓子が あるって言われても全然疑わないんだけど、危ないというか当たってる。はい、次。T の次は、なんだろうね。別に T っていうわけではないのかな。ただの L。あ、見てみるもんですの。お金ウハウハ。1000円のパンツ買えそう。パンツだっけあれ。パンツだよね。なんかコメントでずっとこれで遊んでたわっていう人いて、あ、そういうプレイヤーさん、10人に1人ぐらいは、いるよねって思いながら見てた。あ、なんだっけ？なんか、あ、ここ。待って。ずっと振ればいいのかな？あと、ホーミングだね。ホーミング。これ？ホーミング。今ずっとね、右のコントローラー振ってんの。あ、開くのか。持っていくのかと思った。え、で、これをこうやったらどうなんの？ウィーン。あっ、はっ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 。なるほどね。あー、全部奈落に落ちちゃったよ。かわいそうに。マリオもたまには、たまにむごいことするよね。おー。よいしょ。これ以上殺生は、こっからいけると思う？あ、いけるよ、余裕で。おい。オッケー。バスナーの谷間。1個目ですね。これさ、本当に日付出るとさ、前日にやってんのかよっていうのがバレちゃうんだけど。で、今からは、あ、そうだ、あとね、入り口らへん？そう、これスタート地点ね。で、スタート地点に、
ここここ。これやってないなって思って。やってみる。なになに？あー、壁ジャンプ。あー！なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ戻りまーす。あー、どうやって行くんだろう。とりあえず、登っていって。わー、このベールみたいなの綺麗。ここって上に行けるのかな？あー、ガラスか。まあ、普通にここから乗って、この上に来たいんだよね、私。上の行き方。ここに紫コインがある。これ行けたりする？行けなさそうだね。待てよ。中から行くのかな？ちょっと行ってみようか。ここから屋上に上がれるのかしら。ちょっとごめんね。前回のプレイ覚えてないんかいって感じなんだけど、ここ来たっけ？来てないよね。あ、そうだ。なんか間違えて P を押しちゃって、確かこれ録画してないんだよ。ここから上は行ってない。何かの拍子で P を押してしまって、これはどうなる？はあ、なるほど。これ取って、あそこに扉あるからあそこも行きたいね。ほい！あ、行けた行けた。これは？あー、オッケーオッケー。なんかいい感じに集まってない？あっち行きたい。あのコイン取りたい。けど、どうしようかな。取りたいよね。あんなとこに土管がある。いろいろあるね、ほんとに。あー、ミスー。どこまで行ける？おお、危ない危ない。あ、とりあえずあれ取るでしょ。ウィヒー。あ、あそこも入れる。ヒップドロップはできなかった。あと13個って考えるとすごい近いような気がしない？ほらの、あ、待って、危ない。ワホー。おい、よし、ここに入るよ。なんかマリオさ、浮き輪がとても邪魔そうに見え、わ、すごい発光色。発光色っていうっけ、蛍光色。ちょっと待って、あ、掴めばよかった。はい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 。なんだっけこれ、これ。あー、倒せない。オッケーオッケー。こんな感じね。赤と黄色の組み合わせっていいよね。なんだっけこのモンスター、なんだっけ。あー怖い、やだ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 、怖い。ZB どっち。あー、びっくりした。待って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 、もう一回もう一回ゆっくり私の心の準備をさせて、こういって、奥行きが分からん。もう一回もう一回、ちょっともう一回心の準備をねしたいんだな。はい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 。はっ、いや、そんな勇気ない。上のコインを取る勇気ない。はいはい、待って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 、え、なかなかいい腕してない？全部コイン取れてないけど。下何？下がゴールで上がポイントかな。で、ここでいい感じに取りたいよね。オッケー、なかなかいい腕だったんじゃないの。飛んで掴んで飛び降りて、はい、入る。お、パワームーンも2列目になったね。で、ここに出てきてっと。壁の 2D も気になるなぁ。どうやっていくかな。あ、行ったわ。行ったわ。
はい、さっきの土管は行ったことがあるというわけで、こっからショートカットで行けるようになってるから外側から戻ってきたよ。で、ここの花に、ノリこんな状況で私は飛び込んでもいいのかな。パッチ死んじゃうよ。あー怖い怖い。あ、ここで回復する？したしたした。よし、ボスです。2回目は録画だミスで、じゃない、ファイルが破損してしまって見せることができなかったけど、今度こそ、ウェディングドレスはいただいたのさ。ボスのタキシードとも会ってたし、僕らの仕事はバッチリなのさ。お、次は長い人。はあ、あー、投げた時が、あ、なになになに、あー乗るだけでいいのかな。オッケー、こんな感じね。おお、怖い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 すごい隠し芸だよね。からの見失うの早すぎないオッケーオッケー、このコイン取りたくなるんだけど。でもコインに笑うものはコインに泣くんだよ何を言ってるんだ。ほい、3回目。あ、楽勝もしかして。ごめん、楽勝だったわ当たったけど。おっしゃ、グランドムーンだ。ほい、輝きすごい、イエーイ、はははめっちゃ楽しそうだね、マリオ。古城のブルータルズ。いいね。結構ぐるぐる回った気がするけど、きっとも、まだまだパワームーンあるんだろうな。はい、ドヤ。二人が心配だ。先を急ごう。ウェディングドレス帰ってきた？ああ。取られちゃったけど、あ、そっか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 、そうだよね。オッケーで、相変わらずのキノピオくんがお金を欲しそうにこちらを見ていますが、気にしないで、次のところに行こう、かな？うん。はぁ。すごいやり方になってしまったけれども、結構取れたね。何個ですか？ 28 個から、30…あ、ちょっと大きくなった ?42 個。そんなに？結構頑張ったね。おでん成功がパワーアップ。よし、このパートでも次行っちゃおう。はい、森の国まで行けるようになったよ。クッパがいるのはこっちかな。どっちに行こうかっていう話で、私は森の国じゃなく、湖の国を選んだんだよね。じゃあ森の国にレッツゴーだ。なんか森の国っていうとさ、やっぱ虫とかいっぱいそうだから、その格好で行くの感は否めないけどねごめんね、マリオ。そうだ、ワンポイントアドバイス的なのコーナーが始まる。ちょっとちゃんとちゃんと活用できるようにしないと。いつもその場その場で生きてる。盗んだウェディングドレスで結婚式なんて聞いたことないよ。何としても助けないと。さてさて、これでも読んでおこうかな。旅のワンポイントアドバイス、回転投げ。たくさんの敵に囲まれた時や、ぐるっと周りに帽子を投げたい時は、ジョイコンを横に振ると回転投げをすることができます。だって。次に森の国も調べておこう。巨大な温室で花を育てるんだって。ブーケの花っていうのが有名みたい。なるほどね、ブーケか。回転投げは、あれだね。マリオの周りがぐる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 。はっ！全然なんかイメージと違ったんだけど。ピクミン。ピクミンそう。ピクミン探そう。あー！パックンフラワー、ドクー。空中庭園。
なるほど。あー、木漏れ日、木漏れ日。なんか騒がしいね。そう？うちになんか、青いコインがありそう。今回は、青いコインじゃない。紫のコインは。なになになに？は？お宝のヒントを撮影する。撮影しとこうか。え？こんなのあるの？茂みみたいなところってこと？わかんない。あ、ブーンじゃなかった。そういえば湖の時もこれあったな。なんだろうこれ。これなんだ。気になる石だけど何も起こらない。てか発見してしまった。こんなとこにあんの？ネジみたいだね。はぁ、すごいね。なんか、毎回さ、感動するんだけど。これ何？塔の上心配。怪物鼻取ってる。変なの飛んできた。そっか。ちょっと全然足りないけど見せて。うん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ！いいじゃん。ちょっ、あー、帽子よりもこっちの方が欲しい。あ、これ、これ、これ着たい、これ着たい。マリオ超似合いそう。いらっしゃいませ。新しい商品入った。パームーン欲しい。ありがとう。ちゃんと何言ってるかわかる。はい。スチームガーデンでお買い物。あ、今回結構取らなきゃいけないね。左上結構あるよ。枠が。メカニック。買おう。これでいい。なんて書いてある？ワコム。ワコムは違うか。ワコムはタブレットメーカー。着替える。はい。きっと似合うと思うよ。また来てね。じゃあ、探検家の服分集まるまでは、これで行こう。宇宙服じゃない。宇宙服ではないね。この子は喋る系だ。アミーボ知ってますか？旅の途中。はい。きっといいことあるよ。持ってないんだ。確か、あれだったよね、なんか。白スーツにウェディングドレスを着たピーチとかのアミーボだったよね。またスフィンクスだ。こんにちは。旅人とそれに共する帽子を我が問いに答えてみよう。怪物がこの地に奪ったものとは？まあ、花でしょうね。ピンポン。正しき答えを持つ者よ、奥へ進むがいい。こんなもんですか？ちょっとリンクみたいなことしちゃう、マリオ。ほい。2個か。リンクみたいなことしちゃうって、マリオもずーっとやってるよね。ごめん、なんか。はい、バック中。普通のジャンプで届かない場所へ簡単に乗りたいとき、止まってしゃがんでから B を押すだけでバック中ができます。これですね。わっはー。オッケー。これは、これダメなやつだよね。いや、なんかダメと分かっててもやりたくなってしまうのが人の差がなのです。あ、綺麗になった。さすが任天堂、こういう、僕に分かってよ。こういうのをね、教えてくれるんですね、任天堂さんは。あそこにコイン置くことによって。え、でもこれ帽子で撮ってるっていうあれなの。帽子選択しなきゃ。なんか曲が違うね。ポンポンドンって言えばいいんだろう、この曲調。いい感じ。アメリカの西部映画みたいな。え、何？ああ、
毒投げてきてんの？待って、こっちにある。え、流れない？流れない。BGM おしゃれだな。探検家の服、次のパートの前に買っといた、買っとくね。今回はこの服で、あーもうやだ。今回はこの服でやるけど、あー分かってる、任天堂さんありがとうございます。分かってらっしゃる。最初に綺麗にしとけって話よ。でもどんどん汚してくるんだね、スプラトゥーンみたいな。あ、わー食べられた。助かったよ。かわいい、わーって言ってる。待って待って、あとこれ、うん、あ、うん、見てなかった見てなかった。どうしよっか、どうしよっか、どうしたらいいんだろう。え、何？あーあー、ま、待って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 、返して。次ね、次のパートでやる今。ちょっと今回はこれを取ることに命をかけたい。あー落ちちゃったか。ここ幅飛びできるかな。あ、なんだ戻ってくるんじゃん、優しかった。あ、あんなところに調べられるの。 2D どこまでやろうかな。1個パワームーンを取ってからやめたいんだけど。あ、あそこにいるのね。見てよ、塔の上、怪物が全然出ていかない。そこで育ててた花心配、困った、ほんと困った。探し物は何だろうな。それはそれは木の、動く木の根元、動く木の根元。じゃあ動く木があったらちょっと注意していこう。ヒップドロップジャンプ、ヒップドロップの後にジャンプしたら高く飛べるよっていうね。よし、じゃあこの土管に入って 2D の世界へ。どこに行くんだこれ。あ、当然いいじゃない。あ、待って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 、あ、この曲、地下の曲だ。あ、一発で死んじゃうのこれ。そっか、難しい気がする。いきなり、あーちょっとあの下のコインめっちゃ気になるよね。めっちゃ気になる私も。あ、怖い。水が下がって、さっきあれか、普通にコインがなくなって、コインじゃない、ハートが1だったからなのね。はっ、ごめんごめん、声が大きくなる。あ、苦手。あ、ゴリ押し、危ない。泳げ下水道、上下水道。はあ、怖かった。はい、というわけでですね、今回はここまでにしましょう。で、これがヒップドロップジャンプ。あ、ごめん。ここじゃそもそもできなかった。ヒップドロップジャンプ。よし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 。じゃあ、ここの旗の場所で、次は、この上をどんどん登っていくかな。もしかしたら着替えてるかも、探検家の服に。というわけでパート6はここまでになります。見てくださってありがとうございました。また次もよろしくお願いいたします。